僕は個人的にはその学校教育の主役はその子どもたちであると考えているので、その教員になる立場であれ、教育行政の立場であれ、その主役たる子どもについて知らずして、その教育学校教育が語れないなっていうふうに思っているので、そうやって子どもたちと積極的に関わって子どもたちのことを知っていきました。教育行政の立場につく、人として学校事務職員の方とお話をしたりだとか、校長先生、教頭先生と対談させていただく機会を設けさせていただいて、教育問題について現場の声を聞き取ったりしました。僕の地元がその山に囲まれているような環境で、自然の中で遊んだりっていうことがあったんですけれど、大学生になってそうした機会もだんだんなくなってきて、大学の授業で自然体験活動っていうものがあって、田植えをしたりだとか虫を捕ったりだとか、そうした活動があるっていうことを知って、今一度その童心に帰っていろいろ活動してみたいなっていうふうに思って自然体験活動を選びました。やはり子どもたちっていうのはその自然の中だと活発にすごい動いてくれて、虫っていうものを通じて子どもと僕がその共通のものを見て楽しんで、そして関わることによって子どもも心を開いてくれましたし、僕も関わりやすかったっていうのが良かったと思います。田植えがすごく印象に残りました。なぜ印象に残ったかっていうと、すごく大変だったからです。常に中腰で後ろに下がっていかないといけないだとか、田んぼの中に泥なのですごく歩きづらいとか、足の力をすごく使うだとかですごく大変で、もう次の日とかはすごい筋肉痛とかになったんですけど、大変な思いをしたからこそ、その食べ物に対するそのありがたみというか、これが育ってから収穫して食べる時のありがたみっていうのもすごく増したというふうに感じています。自分たちで植えたそのお米を収穫してご飯にしたりだとか、あとポン菓子とかにしたりして食べたんですけど、普段食べるお米よりも美味しいなっていうふうに感じて、自分で苦労して作ったからこその美味しさだなっていうふうに感じました。その米を取ったその残りの藁、その藁をなってリースっていうものを作ったんですけど、昔からその日本に残るそのもったいないの精神というか、全てのものを使い尽くすみたいな、そうした精神が感じられて、やっぱそういうものを作ってああいうリースっていうすごいものが作れるんだなっていうのを感じて、すごく勉強になりました。団体の方々が三好の ビオトープを維持してくれてるっていうことなんですけれど、次はその僕たちがそれを引き継いで、三好のビオトープだけに限らず、自分たちの身の回りから生物多様性とか自然を保護するっていう、そうした活動を今度は君たちがやっていかないと、やっていく番だよっていうことを言われて、バトンを受け継いだ、そうした感覚になりました。一番に学んだのが、その生物多様性っていうことと、そのそれを保護していかないといけないっていうことです。本当に三好のその町、周りは本当に町の中にポツンとその自然があるっていうような場所で、都会とその自然っていうのは共生することができるんだなっていうのをすごく感じました。町づくりをしていくっていう時に、その自然とか生物多様性っていうことも踏まえながら町を開発するとか、そうした視点を持っていきたいなっていうふうに思いました。教育の観点で言えば、僕たちもその保護していかないといけないんですけど、次の世代へとつなげていかないといけないっていうふうに思ったので、そうした教育のプログラムとかにその生物多様性っていうものをどんどん入れていったりだとか、そうしたことが教育行政に求められるのかなっていうふうに思ったので、教育行政職員になった際にはそうしたことも踏まえながら、プログラムとかカリキュラムを作成していきたいっていうふうに思いました。